ボリビア国鉄で95系ディーゼル機関車は、1968年に日本の日立製作所と三菱重工業が、それぞれ10両、計20両製造した電気式ディーゼル機関車。日本の機関車をもとに、急激な高低差や温度差、急カーブなどボリビアの鉄道の厳しい条件に対応すべく、製造当時の最新技術が多数採用された形式である。 この項目では、九9 5系の造備車で1978年に製造されたデ1 0 0型についても解説する。1950年代以降、ボリビア国鉄には蒸気機関車や機動車、貨車など日本製の鉄道車両が多数輸出され、1966年からは液体式ディーゼル機関車 DH52 系の輸出も実施された。それらに続き、 ボリビア国鉄の西武路線向けに導入された本線用のディーゼル機関車がこので95系、で100系である。メーカー形式は BF-18 で運営企業における形式は900系。日立製作所の水戸工場と三菱重工業の三原製作所においてそれぞれ重量が製造され、1968年6月に日本から船舶によって輸出された。 日立製作所や三菱重工業も製造を手掛けた日本国有鉄道の電気式ディーゼル機関車である DF50 型を元にしており軸配置も曲線が多い路線において有利な BBB があったとしているただし全面形状や最高窓エアフィルターの配置については日本国有鉄道が同時期に導入していた EF65 型や EF81 型などの電気 機関車に類似したものとなっている。ディーゼル機関は DF50K、DF91 DF 型など、日立製作所が製造した電気式ディーゼル機関車に多く採用されている v 6 v 2 2 3 0ンペア機関をもとに燃焼方法を4燃焼室式から直接噴射式に改めた V6V2230ATL が1機搭載されている。約2 8 0 0ルに及ぶ 高低差や最大摂取50度以上の温度差に対応するため、高度と大気圧を測定し、高地での低格出力を抑えることで、経済性にも配慮している。また、総括制御が可能な仕様となっている、制御機器についても、空気密度が希薄な高地での常時使用を想定し、温度上昇への配慮がなされている。周発電機や主電動機に関しては、 導入当時回転機の保守実績がなかったボリビア側の事情に対応し保守の容易さと信頼性の向上を重視した設計が取り入れられている。30パーミル勾配が連続する路線条件下でも最大280トンの貨物列車が牽引可能な牽引力を有しており、定格速度は時速 18.5km。従練運転に便利な総制御機能も有し、 同形式同士のほか、口述のように、チリ国内においては、チリ国鉄のディーゼル機関車とも連結して運用された、経歴も持つ。車体の塗装は、登場時は上半分がクリーム色、下半分が薄い緑色のツートンカラーであったが、1990年代のボリビア国鉄民営開花に番号と製造企業の対象表を示す。メーカー形式は、ブファマイナス十二 m で、 運営企業における形式は1000系。前述ので95系の造備車として、日立製作所と三菱重工業によりそれぞれ、計16両が1978年に製造された。エンジンがマテル製のものに変更され、出力も1 4 7 0ットに向上している。他、で95型に存在していた、車体側面の最高窓が配されている。 で95系、で100系ともに、ボリビア国鉄の西部鉄道路線へ配属され、標高4000メートルを超える区間においてその性能を十分に発揮する運用につき、同鉄道のほか、線路がつながっている隣国チリのチリ国鉄、アリカラパス鉄道及び、イギリス資本のアントファガスタボリビア鉄道にも乗り入れを、開始。前で、チリの港町後では、 ボリビアとチリの国境に位置するオジャグエを発着する列車の牽引も行い、前述の通り前者においては、チリ国鉄が保有するアメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック製の電気式ディーゼル機関車13100型と連結した運用を行った。長い間ボリビア西部鉄道で活躍していたこれらの機関車だが、ボリビア国鉄が運営するもう一つの鉄道路線網である。 ボリビア東部鉄道で機関車が不足していたことから5両の出100型が転属することとなった。なお、転属元のボリビア西部鉄道と転属先の道東部鉄道はボリビア国内において接続しておらず、転属は隣国アルゼンチンのフ婦移衆及びサルタ州内のベルグラーの将軍鉄道を介して行われた。運用開始当初は転属前の姿のままであったが、 後に、ボリビア東部鉄道のオリジナル塗装へ変更された車両が現れたほか、鉄線19号機は、前面のパノラミックウィンドウが平面ガラスへ交換され、全消灯が一つ増設された。これらの5両は2000年代に、ボリビア西部鉄道へ復帰し、塗装も、同鉄道オリジナルのものへ変更されているほか、2015年には、で95型がトレーラーによる陸送で、 ボリビア東部鉄道へ送られた。これは、ボリビア東部鉄道において、車両不足が発生したことによるものであったが、同鉄道と接続するブラジルリオデジャネイロの鉄道会社、スパービアより、中古のディーゼル機関車を購入したことから、再び、ボリビア西部鉄道へ復帰している。これらの機関車は2020年時点でもで95、型が5両、で100型が12両の、 1> 計1 7両が現役を続けている。ただし、スイス・シュタッドラー製新型機の投入が進められることから今後の動向が注目されている。ありがとうございます。